リエル・マルティネス、2割5分4厘、3本塁打、8打点、OPS7 割7分9厘、これ。30歳くらいと思ってた、意外と若いな。長打率が高くて選球眼が良くて明るいって雑に嫌われる要素しかなかったからな。雑波成功者として雑波に恥かかせてやれ。ホームラン打った時にガッツポーズしてたけど、こんなに感情出す選手だったっけ？ホームラン打って喜んで、一息ついたらアルカンタラホームランでまた喜んでるのかわいい。強打もそうやけど、中日出た選手、みんな明るくなるのなんやねん。当初はストレートに全く対応できなくて、振り遅れてたけど、アジャストできてきたし、これからもっと成績伸びるで。去年、中日で一番怖いスイングしてたし、パリーグでもそれなりに打つとは思ってた。あれだけドラゴンズ愛を語ってたのに、なんで急に逃げ出したんやろな。中日退団理由。野球面で上達したいという思いがあったけど、中日のチームプランやメッセージが理解できず、これ以上の残留は自分の幸せに繋がらないと思ったかららしいな。中日のチームプラン理解できるやつ、日本人でもおらんやろ。ネオの扱いに特化へ引っ返してるチームに、チームプランなんてあるんか。ブラック企業パワハラ上司に病んで、ノープランで辞めたワイにそっくり。おい有丸、ドラゴンズブルーの血が騒がないか？